そして電車に関連するもう一個の曲はこちら。これはさ、はい、これはあれだよね、演歌だよね。演歌ですね、カリウドは。まあサイモンとガーファンクルが好きだとかなんか言ってます。そういうことと。オールスですよね、うん。そういうこととは別。なわけないだろ。すみません、怒りが入ってるね。怒りありますよ。うん、サイモンとガーファンクルは俺だ。ね、ああ怒りそんな感じがあったんですけど、うん、桜井と二人で言ってましたよ、うん、こいつらサイモンってガーファンクルじゃないよなっつって、うん、兄弟ですけど仲悪いんですよね。そうなの。そうなの。そんなことまで知ってんの。僕らよく直子さんの番組やってたんで、うん、歌番組とか出てたんですよ。あ、健直子と一緒に、はい、だから結構この頃も芸能界の人たちとかは意外と仲良くしていただいてましたね、うん、あのラビット関根さんとか。あ、関根さんはいつもカックラキンの前座で宇坂井君とこう喋ってて、前座や前説やってたんですね。結局コメディアンたちだね。そうなんですよ。それで小坂井、あの関根君がいつも僕らのとこ来て、あの客席でやる前に僕らにモノマネやってくれるんですよ。でうちらが受けると自信持って、じゃあ外で、じゃあ今度やってこようとかっつって。君らどういうバンドなの。お前たちはクイーンかエアロスミスか、そっち行かないの。やっぱりエアロスミスじゃないですか。本当に嘘つけ。嘘つけ。まあでも演歌でハモるっていうのがちょっと面白かったですね。兄弟なの。兄弟ですよ、うん、で、はい、そういうのが珍しいんじゃないの。はい、うん、兄弟で二人で歌ってて、で明日私は旅に出ますって言えばフォークだっていうのも、こういうことからフォークソングっていうのが日本でね、ぐしゃぐしゃになっちゃうんだよ。そうですね、うん、これもフォークなのかっていう。